昭和日常博物館は愛知県北名古屋市にある公立博物館。正式名称は北名古屋市歴史民俗資料館。昭和日常博物館は一般来訪者向けに自らキャッチコピーとして用いている別称である。1990年、四角町歴史民俗資料館として開館し、昭和の日常生活の様々な生活用具、玩具、 風俗の収集、保存、常設展示のほか、年3回の企画展示を行っている。市町村合併により、現在の名称に変わった。1999年に、懐かしいってどんな気持ち懐かしいをキーワードに、心の中を探るという企画展示を行い、単に懐かしむ、楽しむ、博物館から高齢者に、昭和の時代の電化製品や、生活の道具、 雑貨を見てもらうことで、当時の記憶を鮮明にし、思い出を取り戻す改装法により、高齢者の物忘れを防止するという新しい博物館の役割を見出した。以来、国の登録有形文化財に登録されている旧、加藤家住宅を利用した市の改装法センターと、合わせて、北名古屋市の思い出触れ合い事業の中心として、ユニークな活動を展開している。 展示品の他に、収集品の中で点数に余裕のある収集品をセットにして、老人会などの高齢者の集まりや集会に貸し出して、昭和の時代の思い出を語り合ったりする巨材、資料として提供するということも行っている。他に、老人会の団体や、高齢者が個人で介護者などに付き添われて、博物館を訪れる、お出かけ。 改装法というユニークな試みも実践されている。高齢者と博物館、それに改装という類のない組み合わせによる高齢者事業のユニークな実例として高齢者ケアをテーマにした研究会、研修会でもその活動を報告し、日本各地から来館者のほか視察も多い。ありがとうございます。